これで僕ももっと、これで僕ももっと強くなるね。この力、うまく使いこなしてください。できることが増えたようですね。バリバリだぜ。もっと強くなれそうだな。ああ、ありがとう。なのです。そんな。そうだな。なのです。そうだな。ああ。よし、やるか。姉さん。これを受け取ってくれ。シアン、今日はどうした？特に用事があるわけじゃないんだ。ちょうど近くまで来たから。そうか。だが遠慮する必要はないぞ。この城もお前の家なんだからな。ありがとう、姉さん。姉さんか。そう呼ばれるのはまだ慣れんな。だが、俺の姉さんには違いないだろ。それはそうなのだが。それで、城の様子はどうだ？あまり変わらん。と言いたいところだが。巨源神イグメントの企てによって王家の権威が大きく傷ついたのも確かだ。そうか。なあ姉さん、俺にも手伝えることがあれば何でも言ってくれ。そうだな。お前なら相談してもいいかもしれん。最近ノワルの様子がおかしい。何かあったようなのだが、私にも話してくれない？ノワルが？王女様の言うことなら何でも聞くって感じなのに。気になりますね。すまないが、ノワルの様子を見てきてくれ。私相手だと話しにくいこともあるだろうしな。ノワルは王城内にいるはずだ。何を調べよう。
どうしたんだノアル、顔色が良くないようだけど。ちょっと大丈夫なの？心配には及ばないわ、単に疲れているだけよ。だったら休んでいた方がいいぜ、姫様も心配していたからな。心配いらないと言っているでしょ、少し夢見が悪かっただけよ。夢？なんでもないわ、気にしないでったら。それじゃ仕事があるから失礼するわ。ちょっと！言っちまったな。あの様子だとあまり眠れてねえんじゃねえか。またあんな夢を。何なんだあの声は。私の記憶にあんなものは。思い出せ。またこの声が、夢と同じ声。思い出せ、汝の真の姿を。真の目的と地上に権限せし意味を。これは、この記憶は。ノアル、やはり具合が悪いのか。最近様子がおかしいようだが。ルナ、ノアル、触るな。思い出したぞ。我はノア…姉さん、大丈夫か？大丈夫だと言いたいところだが、お前に嘘を言っても仕方ないな。一体何があったんだ？わからない。まるで何かに疲れているようだったが。前に貧民街で会った時と同じだ。彼女らしくないっていうか、別人みたいだった。以前にもそういうことはあったんですか？いや、初めてだ。ノワルは貧民街の出だったな。ああ、貧民街を視察に行った時に出会った。当時はシロナという名だったが、私のそばに置き、名をノワルと改めさせた。今にして思えば、王族としての罪滅ぼしのつもりだったのだろうな。姉さんをあんなに慕っていたのは、そういうわけだったのか。すまないが、ノワルを探してきてくれないか。ノワルのこと、頼んだぞ。よし、やるか。あんたら、こんなところで何してるんだ。よそ者がうろついてると危ないぜ。ちょっと人探した。シロナってこのこと、何か知らないか？シロナ？ああ、昔王女様に拾われたって女の子だろう。羨ましいこった。
そのシロナって子について教えてくれねえか。ちょいと用事があってな。なんなら彼女の家族や身寄りの者の話でもいい。あいつに親兄弟なんていねえよ。気がついたらこの町に一人でいたのさ。しかも言葉もほとんど喋れず、何も覚えていないと来たもんだ。どういうことだ？そのままの意味だよ。人形みたいだったのさ。すぐに言葉も覚えて喋れるようになったが。記憶喪失とかそういう話なの？さてね、俺が知ってるのはそのくらいだな。親兄弟がいない天涯孤独か。にしたってな。本当に身寄りがいないのかしら。事故や病気で家族を失ったとか。それだったら墓か埋葬の記録くらいは残ってるはずだ。イオニアのじいさんに調べてもらうとするか。すまんが、また力を貸してほしいんだが。どのようなご用でございましょう？実は。申し訳ございません。そのような記録はありませんでした。ダメか。ただ別の記録に白ならしき少女について神官が残した記述が残されていました。白ならしき少女？ええ、貧民街に見知らぬ少女がいたので素性を問いただしたそうです。神官の記述によると、少女は失われた地から来たと語ったとありました。キレキシン・ファスティの神殿があった地だな。なんだってそんなところを。ザンティス、どういうことなんだ？人々の行いを記録して神々に報告する役目と、規則正しい季節の巡りを象徴している。だが、50年以上も前に、巨源神の信徒たちの襲撃を受けて、神殿だけでなく、町ごと滅ぼされたはずだ。50年前？じゃあその町から来たってどういうこと？ええ、ですから少女から話を聞いた神官も聞き間違えかもしれぬと補足が残っておりました。まあ普通に考えるとそう思うだろうな。とは言っても手がかりは失われた地だけか。だったら行ってみましょう。そうだな、行ってみるか。ノアルに関わる何かが見つかるかもしれない。何を調べよう？何を調べよう？
を知ろの出番ね。備えあれば憂いなしです。よし、よし、やってやるか。よし、やるか。持ち物がいっぱいみたいね。やっせっせっせっ隙ができたわ。ちめてそこここね。せっ何を調べよう。ここが亀裂神殿か。ボロボロの廃墟じゃないの。襲撃されたのは50年以上も前だからな。おい、誰か神殿の中に入っていくぞ。ノワルだ。やっぱりこの神殿と関わりがあるのよ。最近様子がおかしくなったのもそのせいなのかも。ああ、それっぽいな。どう関わっているかはさっぱりだが。ノワルを追いかけよう。このまま放ってはおけない。ノワル。ようやく来たか、調和の戦士よ。ノワルなの？いいな、我は目覚めた。目覚めた。汝の軽挙妄動により神々の戦いは膠着した。これは由々しき事態である。これは紋章がうずくか、調和の戦士よ。我らの力の一端を手にしたのだから無理もない。我らの力だと？おい待て、まさか。そうだよ、僕もわかる。間違いない、彼女は
いかにも我はキレキシン・ファスティである。あ、ノワルがキレキシン・ファスティ、どういうことなの？人の身ではわかるはずもあるまい。よかろう、語って信ぜよう。我は時と記録をつかさどる神である。虚言神の企みを未来の記録より紐解きし、我はかの神よりも先に降臨することとした。だがそれこそが虚言神の罠であった。我が降臨する時を狙い、失われた地が襲撃されたのだ。時を超え、かの神の手から逃れることができたものの、我は虚言神に記憶を封じられた。そこにいる調和神の分身のようにな。しかし今や虚言神は倒れ、我は自身を取り戻した。ならば次は我が秩序に勝利をもたらす。それこそ地上に権限した意味があろう。汝を打ち滅ぼし、新たな神々の戦士を誕生させよう。来るよ、シア、構えて。くそ、戦うしかないのか。本気で行くぞ。やっ、ふっ、うっ、これだ、ここね。やっ、ふっ、せっ、ふっ、ここね。やっ、ふっ、打ち抜く、ここね。打ち抜く、やったわ。当たって、そこ、打ち抜く、せっ、そこ、これだ。当たって、打ち抜く、そこ、ここね。これだ、せっ、ここね、変わったわ。打ち抜く、そこ、これだ。打ち抜く、ここね。当たって、ここね、これだ。打ち抜く、変わったわ。ここね、打ち抜く、当たって、やったな。いざ、下の部分、記録してくれ。何を調べよう。ありがとう、ありがとう。ガイド、ガイド、これだ、これだ。これだ、使うぞ。これだ、使うぞ。これだ、これだ、これだ。打ち抜く、当たって、打ち抜く、当たって、打ち抜く、当たって、ここ、打ち抜く、打ち抜く、ここで、打ち抜く、そこ、せっ、打ち抜く、当たって、そこ、どうで、ここね、当たって、打ち抜く、やったな、当たって、そこ、どうで、当たって、そこ、打ち抜く、ここね、当たって、ここね、当たって、ここね、打ち抜く、そこ、打って、よっと、打ち抜く、当たって、打ち抜く、そこ、ここね、これが我の力、当たって、そこ、当たって、これが我の力。何を調べよう。ありがとう、助かったぜ。
何を調べよう。助かったわ。これが我らここね。当たってここね。そここれが我らの力だ。何を調べよう。助かったぜ。いたここね。これが我らの力だ。そこ嘘。これが誰だ。よし、やるか。戻れたみたいね。ありがとう。これが誰だ。何を調べよう。戻ったのか。お姉、当たって打ち抜く。これで決める。ここね。よし、やってやるか。ここね。打ち抜く。打ち抜く。当たって。これが我らの力だ。打ち抜く。当たって。これが我らの力だ。何を調べよう。戻ったのか。ありがとう。やる。これが我らの力だ。打ち抜く。そここれが我らの力だ。やっと。何を調べよう。危なかったわ。神の力に気づくわよ。打ち抜く。当たって。ここね。ここね。そこ。これが我らの力。当たって。そこ。これが我らの力。何を調べよう。危なかった。ここね。何を調べよう。神の力に比例するがよい。よし、やるか。戻れたみたいね。悪いな。ここね。ここね。何を調べよう。やるか。神の力に気づくわよ。ここね。打ち抜く。ここね。打ち抜く。どうぞ。ここね。何を調べよう。助かったぜ。ここね。どうだ。何を調べよう。助かったわ。当たって。打ち抜く。これが我らの力。そこ当たって。打ち抜く。そここれが我らの力。何を調べよう。助かったぜ。当たって。打ち抜く。これが我らの力。やった。ここ
これが我の力。ここね、そこ。当たって。ここね、当たって。ここね、我の力。ここね、当たって。俺に任せてくれ。死ぬか。ここね。そこ。これが我の力だ。これが我の力だ。どうだ。何を調べよう。戻ったのか。危なかった。ありがとう。どうだ。当たって撃ち抜く。どうだ。これが我の力だ。ここ、ね、打ち抜く。ここね。打ち抜く。これが我の力だ。ここね、当たって。ここね、当たって。神の力を切り捨てがよい。撃ち抜く。その力を当たって。何を調べよう。撃ち抜く。ここね、そこ。撃ち抜く。当たって。そこ。撃ち抜く。当たって。何を調べよう。どうだ。倒れるわけには。何を調べよう。よかった、なんとかなったな。助かったぜ。危ねえ。ここね、どうだ。ここね、神の力に切り捨てがよい。時に力当たって。そこ。神を打ち抜く。これで決めるか。まだ力が戻っておらぬか。調和の戦士よ、その命しばし預けよう。どうやら俺は秩序の神々も敵に回したようだ。シアン、そんな顔しなくても大丈夫だよ。巨幻神以外の神様とも戦うことになってちょっと驚いているだけだから。巨幻神よりも厄介な相手だったしね。ああ、はるかに強かったな。キレキシン、ファスティか。ノワルがキレキシン、ファスティ、しかもシアンの命を狙っているだと。まあ、俺は完全に神々を敵に回したようだ。全ての神々ではないよ、シアン。少なくとも調和神リーブラスは君の味方だ。そうよ、私やザンティスだっているんだから。それにライやウィズもいるしな。もちろんだ。その通りです。まあ太陽神に歯向かうのは気が引けるが。ありがとう、頼りにしてるよ。まあキレキシンは力を取り戻していないと言ってたし、今すぐにどうこうってことにはならないだろうが。いずれはということか。くれぐれも無理はするなよ、シアン。何かあった時は頼ってくれ。父上も私も力になる。ありがとう、姉さん。しかし神々が相手とはな。まあやるだけやってみるさ。
何を調べるのかしら。